どうもこんんんにちは、こんばんは、おはここばおようございます、えー、この動画はですねちょっとインスタグラムをやってる人に物申したいとあのー、まあ最近僕インスタグラムにちょっと力入れてもうちょっとでまあ800フォロワーまあ今月中には多分1000フォロワーいくと思うんですけどまあインスタグラムに力入れてますで今日もあったんですけどあのー、まあそのインスタグラムってダイレクトメッセージもできるんですねでダイレクトメッセージで まあ来るんですよそのサイドビジネスに興味ありませんかとか副業に興味ありませんかとかが来るんですね。僕はインスタグラム使ってるんですけど僕からダイレクトメッセージは一度も送ったことがないです。向こうから来た分に関しては返すんですけど、うん、であのあ本ねえな。やあのまあそういう類のものがこうダイレクトメッセージ来て僕はしかとせずに一応返すんですよ。 最初は柔らかく入ってきてますよ最初柔らかく入ってこういうことをやってるんですけどみたいなでサイドビデンス副業に興味ありませんかみたいな最終的に来るんですけどで僕がいつも返すのがあの僕まあ本出してるのであ僕も一応なんだあの本業でこんなことやってますとで一応本の出版もしてますと。 アマゾンで「で情報詳細完全バイブル」で検索すると「まあ、僕の本出てくるので」みたいな。で僕も副業というか、まあ、今日返したメールが「僕はサイドビジネスというよりかは本,本業でやってます」みたいな。でアマゾンで「僕の本出してます」みたいな言うわけですね。そしたら、まあ、ノーレスもしくはなんかこの「この前あったのが「え本出されてるんですか?」と「え冷やかしですか?」とか言われて「いやいや待てよ」と「いやお前から送ってきたやん」と。 いやお前からメール送ってきて、で、あのこう返してて、でその人は、なんか、LINE アットに登録してくれませんかって言って、あラ LINE アットで何やってんだろうつって言って、LINE アットで登録したんですよ。LINE アットで登録しときましたって言ったら、ありがとうございますと、で僕、こういうことやってるんですけど、興味ありませんかと、いや、僕も本出してるんですけどって言ったら、いや、冷やかしですかと、いや、待てよと、なんやねんと。 いや別に冷やかしというよりかは自分がダイレクトメッセージ送ってきて LINE アット登録してくれって言われたから俺登録したとただそれだけの話でいや自分が先に言い出したんやんと何なんだろうっていうねうんまあ別にそのインスタグラムをその集客でこう僕もねインスタグラム何のために使ってるんですかって言われたらそれはビジネスのために集客のために使ってますけどなんかちゃうかなとなんかちゃうんじゃないかな使い方がちょっとおかしいんちゃうかなと うん、僕は思います、うん。だからインスタグラムって何だろうなもちろんビジネスで使,使う僕も使ってますけどそうそうあの日本っていうかねあの渡辺直美さんっていう人がいるんですけどあのインスタグラムでフォロワー300500、まあ、万人ぐらいいるのかな、まあ、すげえそのインスタグラム女王みたいに言われててそのおもろい人がいるんですよあのデブで。 まあ、デブって言ったら申し訳ないですけどあのまあそのすごい人がいるんですねで、まあ、テレビでちょうどやってたんですけどなんか写真投稿したら1分以内に2000いいねつくるみたいな <laughs> 1分で2000いいねですよすげえなみたいなまあそのインスタ女王みたいな今テレビとかも出てるんですけど、まあ、その人がそのインタビューでインタビュアーの人になんでそんなそのインスタグラムこんなに人気になったと思いますかなんか秘訣あるんですかみたいな 渡辺さんに聞いたわけですよそしたら渡辺さんはいや単純に自分が面白いなと思うものだったりとか、えー、可愛いいなと思うものだったりとかそ,のそういう写真とか動画をアップしてたらなんか人気になりましたっていういやそこじゃないですか本質的に。ほんとに面白いなと思うものをシェアしたりとかあこれ綺麗だなと思うものとかこれ美味しかったなと思うものを あの写真に撮ってシェアしてでそれで共感を得てで,でそこでつながってでその人に興味持ってで渡辺直美さんがイベントやるってなったら行くでしょうしなんかその本質となんか使ってるのがずれてるかなっていうインスタグラムはインスタグラムの使い方があるし表現するものっていうのはなんだろうな本当に自分がいいなと思ったものを写真でアップしたりとかまあそれが多分 コアなな部分だと思うんですよなんかそなんかねその本当にビジネスのみで使ってる人ってなんかねあれなんですよねなんかもういかにもみたいいなな感じなんですよいやそのいかにもで、まあ、集客できるかもしれないけどいやそれちょっとずれてんじゃないかなっていううんうんただなんか今無料でそういう SNS とか使えるんですけどなんか 順番が違うかなっていう、うん、思いますよ。うん、その僕からダイレクトメッセージはね一度も送らないですよ僕は。うん、僕に興味あってメール来る分に関しては返しますけど、も、まあ、そもそも写真で興味を持ってもらう、そこが本質じゃないですか。別にメッセージのやり取りじゃなくて、Instagram は写真の SNS なんで写真ありきじゃないですか。 写真でかっこいいとか綺麗とか可愛いとかおもろいっていう画像をまあアップしてこうやっていくのがいいのかなとは僕は思うんですけどでたまに僕の場合は、まあ、あのインスタグラムは僕顔出ししてないのでインスタグラム経由から、えー、YouTube にこうアクセスを流したいんですね。で YouTube の場合は僕動画こうやって顔出しめっちゃしてるんでインスタグラムで興味持ってもらった人にあこの人 YouTube やってるんだっていうことで知ってもらって。 で興味ある人は多分検索してくるだろうしで見て「あこの人こんな人なんだおもろいな」と思えば思う人もいれば「なんだこの人キモいな」と思う人もいるだろうし、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、うん、僕はそういう使い方ですねインスタグラムは写真なんで写真から動画動画から会うみたいな。 この流れですねインスタは写真写真で興味持ってもらって興味持ってもらった人が動画に行って動画でまた興味持ってもらった人はまあセミナーとか僕に来てもらうとかなんかそのサービス買ってもらえればいいかなって思ってるんですけどうんですよで今日そう今日のメールがねなんかひどかったですよなんかサイドビジネスやってるんですけどみたいな,サイ,なんかサイドビジネスのなんか 今本業でやってるんですけどサイドビジネスの収入の方がアップそのアップすごくなんだ大きくなってサイドビジネスに興味ありますかみたいなのがあったんですけどまあ別にそれはいいですよいいんですけど僕,僕が言いたいのはなんだろうなあのだったらだったらでしょだったら本業やめればええやんっていう。 いやいや、サイドビジネスの方が収入あるんでしょ。じゃあ本業辞めればいいやんと。僕は思いたい。僕は言いたい。だ,だったらサイドビジネスじゃなくて、本業としてそれやればいいじゃんと。だって本業より収入上がってんだったら、なんでサイドビジネスの、その、くどい言い方すんの副業みたいなくどい言い方すんのだったら、こっちやめて、覚悟決めて、そのサイドビジネスで一本でやっていけばいいじゃないですか。 なんでそれをその副業とかサイドビジネスって言いましで言うのかなっていうまあそういうふうに言った方が響くんでしょうねだって本業より収入上がってんだったらやめて本業にしてもっと収入上げればいいじゃないですかだったらなんでそんなくどい言い方すんのかなっていう、うん、ちょっといただきますだから別に副業とか別にサイドビジネスを否定してるわけじゃないんですけどあのー、なんかうん,なんかちゃうかなっていう なんか違和感があるんですね僕の中で、うん、で僕はいろんなお客さんこの何万人っていうお客さん見てきたんですけどあの副業で副業感覚やってる人はやっぱ成功できないですよだから本業,がう、ま、本業がうまくいってないじゃあだから本業がうまくいってないだから収入が少ないだからネットビジネスとか副業とかそういうのに興味出るじゃあこっちをやるこっちも中途半端なんですよほとんどの人が。 本業でもうまくいかない。い。副副業も副業もやこっちの副業とかサイドビジネスで本当に成功したいんだったら成功したいんだったら僕は本業の3倍やるべきだと思うんですよ僕から言わせるとうん本業でうまくいかない人がなんで副業だとうまくいくんですかっていうそうは思わないですか普通に考えておかしくないですか本業で仕事を ぐうたらやってる人がどうやって副業でうまくいくんだって話で僕は思うんですけど本業業でででちちゃゃんんととと仕事ききる人は副業やったとしてもちゃんとうまくできまくすよ、うん、例えば本業でちゃんとなんだその会社で認められてそのチームリーダーとかその上に立って企画とか企画とかこうやったりとかしてる人は多分副業やったとしてもまあまあ成功しますよある程度は。うんだから 本業,で本業を真剣にできない人は副業で何で真剣にできるのかっていうなかなかこれ難しくないですか,、うん、か僕はもし本業とか副業あ副業とかサイドビジネスこう興味あるんだったら本業の3倍やるべきかなと本業の3倍やって副業とかサイドビジネスでうまくいって本業をやめてこっちを本業にすればいいと思うんですよ。 やっぱそれぐらいいいいいの思思がななとと多分ううまくいかないと思うんですよね中途半端でうまくいったらみんな億万長者じゃないですか。でこれ前前お客さんに言われたことがあるんですけどそんなにあのなんだあのまあこれ本当にお客さんのごもっともな意見でそんなに簡単に稼げるんだったらあのなんだみんな億万長者じゃないですかみたいなお。おっしゃる通りですねと確かにおっしゃる通りだと。で言われたことがあって確かになぁと。うん でまあ、世の中にも本っていうのがあるじゃないですかそのどうすれば億万長者になるのかとか何かそういう成功本的なのいっぱいありますよねそれも一緒であんだけ成功本とか、まあ、7つの習慣とかもめちゃめちゃその自己啓発系もすげえ売れてますけどじゃああの本を読んでじゃあ成功した人どれぐらいいんのって話でほとんど成功してないですよね毎回新しい本買って読んで満足みたいな <laughs> うん まあそんな感じですねだからインスタグラムをやってるその副業とかサイドビジネスとか権利収入やとかやってる人はもうちょっとインスタグラムの使い方を勉強した方がいいんじゃないかなと、うんまあ、僕がねあの僕がね日本一のフォロワー数500万とかフォロワー数持ってれば多分その 言ってだからもっとね、まあ、最低でも1万フォロワーにはなるようにまあ1万フォロワーあればまあ言ってもいいと思うんですよただ今現状としては僕780ぐらい90かな今現状として、まあ、それぐらいしかないのでそんなそんなねあの結果出てない人が言うなって言われたらすいませんと謝りますけどただしなんかね言いたいですよ言わせてほしい で、まあ、こ,ここで、まあ、物申して終わったら微妙なので、あのー、僕もですね、あのー、商売やってますので今僕の伝えたいメッセージは売れないんですよちゃんとやろうぜみたいな3倍の努力したいですか僕はやってるんですよ動画も結構撮ってますし、あのーまあ、インスタも多分1800枚ぐらい投稿してるんですよ だから誰,より誰よりもっていうか、まあ、もっとやってる人いると思うんですけど、まあ、少なくてもこうなんだ行動するようにはしてますよ人よりかはうんだけどそのね頑張りましょうっつっても人の3倍努力しましょうとか人の20倍やりましょう誰がやるねんみたいなもうやりたくないよと片手間でなんかできへんのっていうのが、まあ、市場のニーズじゃないですかニーズですよね だそのニーズに対してその商品をぶつけていかないといけないっていうのもあるので僕の伝えたいメッセージとあとはお客さんがこの求めるニーズっていうのがあるので今度ですねこのニーズに合わせた商品っていうのを出します、まあ、それはあの、まあ、基本的に結論に言うと自動更新です自動更新ワードプレスの自動更新なんですけどあの、まあ、初期設定すればパソコン閉じるだけで あのまあそのブログコンテンツが量産されるんで、まあ、それでアクセスが来てでそこでクリック型の広告を入れて収益を発生させるってやつでもうすでにモニターの方とかは3万とか2万とか稼いでるのであの何もしなくてもあのするのは初期設定が必要なんですけど初期設定をしてでその後は勝手にしてくれると、うん、そういう商品はですね今度プロモーションでやるんで。 もう本当に時間がないと片手までやりたいっていう場合はそっちどうですかと、うん、そういうのもありますよっていうのは作るんででこれはですねあの僕がこのど YouTube の動画にもこのチャンネルにもアップしてるんですけど以前100時間ライブっていうのをやってその100時間ライブを、まあ、YouTube に全部アップしてるんですけどその100時間ライブに出てくれたケンちゃんっていう子がいるんですねそのケンちゃんっていう子はもう高校を中退したんですけど その高校12年の時からずっとアフリエイトをやっていてでもアフリエイト歴13年ぐらいですね14年とかでその子はもうこもってグワーってやるのが好きなんで、まあ、その子がまあ開発したというかね、あのー、作り上げたその今やってるやつがあるのでそれをまあご提供しようかなとで一緒にこうケンちゃんとあとねチョコさんっていう人がいるんですけどチョコさん、まあ、チョコさん知らない場合は。 えチョコスティックパン男の物語チョコさんを知らない場合チョコスティックパン男の物語で検索すると出てきます、はいまあ、そうすると対談動画が出てきますんでどういう人だろうって知らない場合はねあの検索していただければなとチョコスティックパン男の物語、はい、これで検索していただけると出てきます僕との対談動画チョコさんとあとケンちゃん100時間ライブやったケンちゃんとこれで、ね、11月ぐらいからですねプロモーションの方をこうやりますので 本当に時間がないとか、あのそういうのは、まあそちら検討していただければいいのかなと思います。ただ、インスタグラムはね、使い方どうなんだろうっていうところですよね。うん、なんかちゃうかなっていうのは感じますね、やってる人。うん。だから、インスタグラムの、だもっと僕、フォロワー増やして、まあ、今年、今月で1000人は行って、 まあ来年ぐらいに、来年1年かけて1万フォロワーにはまあ絶対いきたいなと思ってますから、1万フォロワーになると多分 1K になるのかな。うん。まあ頑張りますよ。うん。来年はあの Facebook も僕ガンガン回すので、来年は Facebook は友達5000人、えー、インスタは1万人、YouTube チャンネルはですね、僕のチャンネルはちょっと、 伸びるような要素がないので伸びる要素もちょっと入れていかないといけないかなとは思うんですけど、まあ、別チャンネルでいこうかなまずそれは検討中です、はいまあ、YouTube チャンネルもね増やしていかないといけないんで、まあ、頑張りますけど、まあ、僕は動画の本数をとりあえず YouTube の方はバカバカアップしていろんなコンテンツがあるという感じでやっていこうと思うんですけど、はい、そんな感じ なんかほんと残念ですよ残念というか「日やかしですか?」とか言われましたからね「いやお前が送ってきたんやろ」みたいな前ねダイレクトメールで「その僕が本出してます」って言ったら「いやそんな本出してる人日やかしですか?」みたいな「いやそう日やかしというか自分が送ってきたんやろ」みたいなまあそんな感じでねまあいろんな人いますけれども。 一応ね返すようにはしてますよ、うん、はい以上でちょっとぼやきというか物申すというかまあこれをね今ですね9月13日1時21分深夜1時21分ですよちょっとね寝ずしてこれをこれをね溜まってるものを言わずして寝るのはちょっとね寝れないなと思って動画を回しましたはい長くなっちゃったんですけど終わります 以上です。